セバスティアン・カルロス・クリストフォロ・ペペは、ウルグアイ・モンテビデオ出身のサッカー選手。ジローナ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。ウルグアイの CA ペニャロールのユースチームでキャリアをスタートさせ、2011年にトップチーム昇格した。5月11日、セントラル・エスパニョール FC 戦でプロデビューを果たした。2013年8月11日、 セビージャ FC に5年契約で移籍した。10月14日、FC、バルセロナ戦で、リーガエスパニョーラデビューを果たした。2016年8月27日にアップコフ、フィオレンティーナに期限付きのローン移籍することが、同クラブ公式サイトにより発表された。その後完全移籍が成立したものの、レギュラー定着までには至らず、2018から19シーズンには、 ヘタフェ CF へのローン移籍も経験。2020年1月11日には SDA バルへのローン移籍が決まった。2020年10月5日、ジローナイフシート1年契約を結んだ。ウルグアイ代表として 2013FIFAU-20 ワールドカップに出場し、準優勝に貢献した。ありがとうございます。